皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はノースペースの道路ライトパンツが冬でも着用可能なのか検証していきたいと思います。このチャンネルはゾノタウンアイラブノースペースということで、ノースペース関連を中心に配信していくチャンネルになります。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。はい、道路ライトパンツに履き替えて外出てきました。現在2月で気温が5度、天気は曇りで風は強いです。風が強いせいか5度よりちょっと寒い気がしますね。結構寒いです。道路ライトパンツ生地が薄いせいか寒いを取り越してちょっと冷たいですね。インナーは特に着用している状態ではありません。この場で撮影しているだけでももう本当に寒くって足が固まってきちゃいます。こんな感じでね、動いたりしてもあの暖かさっていうのは戻ってきませんね。本当にちょっと寒いです。もうこわばり出してますね、体が。風が強いのでもう道路ライトパンツをね通り越して地肌に風が当たるぐらい本当に寒い、冷たいです。気温8度の時には道路ライトパンツは結構いけるかなって思ってたんですよ。なのでこの冬もいけるんじゃないかって本当に思ってました。だけど実際気温5度で外を出てみてちょっと無理ですね。寒すぎるので一回インナー履いて検証してみます。はい、インナーの方履いてきました。インナー履いてくるとだいぶ違いますね。まだマシですね。でインナーなんですけど、ちょっと見えますかね。ちょっと待ってくださいね。はい、インナーはユニクロのヒートテックのタイツですね。こちらの方を履いています。見えますかね。ちょっと逆の足も見せてますね。見えますかね。こんな感じでね、タイツの方を履いていっています。インナーが1枚あるだけでこんなに違うんですね。さっきはもう寒くて冷たくてもう耐えられなかったんですけど、ヒートテックのねこのタイツ履いて一回ちょっと耐えれるかじっとして検証してみますね。はいはいはい、なるほどなるほど、こんな感じですか。はい、この道路ライトパンツを履いたまま家の周りとかね、外を歩いてみました。そして帰ってきてから車に乗って今度はショッピングモールの方に行ってきました。私が出した結論なんですが、道路ライトパンツ気温5度では厳しいです。やっぱり生地が薄いので風があるともうスースー入ってきて結構冷たいですね。それでは道路ライトパンツ暖かくなるまでクローゼットにしまっておこうというわけではなくて、着用できるシーンもあるんです。車移動で私みたいにショッピングモールに買い物に行く、そんなシーンでは全然履けました。この道路ライトパンツなんですが、冬の外では厳しいんですが、室内ショッピングモール等であれば着用できる、それが私の出した結論です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。